もうね、70代、80代、ね、やっぱりなられたら、あとはもう我々が歌い継いでいくしかないと思うんでね、はい、あの安らかにお眠りくださいという、まあ、訃報を聞いたときに、もう僕はもうそれだけでしたね、はい、やっぱりあのもっとね、頑張ってほしかったとかっていう気持ちもあるんですけど、もうあえてそれを抑えて、あとは我々が引き継ぎます、もしもピアノが弾けたなら、西田敏郎さん、弾いてください。風吹く夜には風
ピアノがない君に聞かせるでもない心はいつでも半開き伝える言葉が楽器とあの、ね、さっきのバイオリンとかマンドリンもあの弾けるんですけど、かろうじてあと管楽器が弾けないんで、なんかこうバイオリンの音もそうなんですけど、呼吸の、あ、2個ですか、すごいですね。なんか弦ってポンって弾いたらね、まあ、ビブラートとかっていうのはこうあるんですけど、あれだけの表情をね、一音で、やっぱ僕一音にやっぱこうかけるところが僕思いがすごいあるんですけど、一音の奥の深さっていうのがすごい、なんか今日演奏を聞かせていただいてありました。あの名残雪なんですけど、今年あの74年から50年経って、あの名残雪50年っていうことで伊勢正蔵さんのイルカさんが回られてるらしいですね、ライブツアーで。74年の曲って全部50年じゃないかなと思ってするんですよ。なので74年というと、まだ僕が、幼稚園の頃だったんですね。名残雪、これはちょっと歌詞なしで多分いけると思うので、じゃあ名残雪聴いてください。
つ君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。寝屋川で見る雪はこれが最後の絵と。医者を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。寝屋川で見る雪はこれが最後のねと寂しそうに君がつぶやく。名残雪にも降る時を知り、ふざけすぎた季節の後で、今春が来て君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。動き始めた汽車の窓に顔をつけて、君は何か言おうとしている。君の唇がさようならと動くことが怖くて舌を向けた。時が行けば幼い大人になると気づかないまま、今春が来て君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。一両編成の列車ばっかり走ってるところなんですけど、うん、で駅って1時間にだいたい1本上下線、入ってくるんですけど、いろんな方がやっぱり待ってられる人が乗られます。で降りてこられてまた、お帰りなさいっていうことですね、はい、でさよならじゃなくて、行ってらっしゃい、はい、で、うん、でこんにちはって言ってね、まあ、そういう声をかけながら電車に手打ったり、うん、列車に手打ったりしてるんですけど、まあ、その駅にもね、いろんな別れがあったと思うんですよ。別れや出会いがあるんですけど、かぐや姫で、別れを歌った歌があるんですね、はい、22歳やりたいと思います。私に
私の目の前にあった幸せにすがりついてしまった幸せですという感謝を述べたいと。やっぱこうしている間にも、ね、子供の命がこう奪われたり、ね、手足を失ったりっていう戦争がやっぱり繰り返されて、ね、現実ね、どうしようもないんですけど、何かね、できることはっていうこともいろいろ考えたりするんですけどね、やっぱりニュースを見たりすると、僕はあの人の手紙を歌って戦争はいけないということを、ね、思いを共有したいと。ちょっと投げる歌詞ですからね。あの人の手紙ってご存知ですか？知らない。知ってますよ。ご存知な方ね、ちょっとコラス。楽しい。あ、語らないのとか、ね、そこちょっと。OK。いいですか？はい。僕、ピックっていうね、この三角形のやつで、ね、引かないんで、爪がすぐにね、やっぱ削れてる。削れたらまた、ちょっと、丸めないといけないんですが、はい、性格は全然丸くはないし、あの人の手紙、ちょっとやりたいと思います。
味があるの。でも今の私にはこうせずにはいられない。私の大事な人は今は戦いの中、戦場への招待券というただ一枚の紙切れが、楽しい日々を悲しくした。何の罪があるの。耐えきれない毎日はとても長く感じて、涙も枯れたある日、突然帰ってきた人、本当にあなたなの。さあ早くお部屋の中へ、あなたのくれた。でもすぐに時は流れて、あの人は別れを告げる。いいのよ優しいあなた、私にはもう分かっているの。ありがとう私のあの人、本当はもう死んでいるのでしょう。昨日40年弱歌ってるのでやっぱりいつもね、一人芝居なんですね。イントロね、何の音やわらかい。あ、すいません。なんかもちろんピエールさん入ってない。あ、ほんまやほんま。あ、はい、ピエールさん。最後に神田君、もう途中でね、涙が出るかもしれないですけどね、はい、ということで神田君。
かしら。赤い手ぬぐいマフラーにして二人で似た浴槽の風呂や一緒に出遅れていたのに、いつも私が待たされた。洗い髪が芯まで冷えて小さな整形カタカタなった。あなたは私の体を抱いて冷たい目で言ったのよ。若かったあの頃何も怖くなかった。ただあなたの優しさが怖かった。ありがとうかしら。二十四色のクレパス買ってあなたが描いた私の似顔絵うまく描いてねって言ったのに、いつもちとも似てないの。窓の下には神田川三畳一間の小さな下宿。あなたは私の指先見つめ悲しくて聞いたのよ。若かったあの頃何も怖くなかった。ただあなたの優しさが